キズ温泉は、京都府京丹後市網野町キズにある温泉。京都府で最も古い温泉であり、白鷺温泉という別名がある。キズの読みは、キツであり、キズではない。温泉学者の松田忠則によって、日本百名島に選定されている。日本海沿いの海水浴場から砂地を経て、やや内陸に入った場所にあり、水田や果樹園に囲まれた温泉地である。 京都単語鉄道宮豊線夕日が浦、木津温泉駅と国道178号線の間に宿泊施設が固まっており、2009年時点では4軒の宿泊施設がある。冬場には温泉とともに松葉かに料理を楽しみに訪れるものも多い。木津温泉を発見したという伝承が残る行記、木津温泉を発見したのは奈良時代の行記であるとする伝承があり。 傷にある中世院に伝わる文書に書かれている。天平年間、天平の基金の際には、単語傷でも薬病が発生した。僧侶の行基はこの基金の際に、傷を訪れ、白崎が傷を癒しているのを見て、傷温泉を発見したという。行基は法力を振るうとともに、人々に温泉に浸かるよう解いて回ったとされる。そのおかげで、この、傷の地は、 薬病の難から救われたと言い伝えられている。当時の薬病は皮膚病の一種だったとされ、傷温泉は皮膚病の効能を第一に謳っている。ただし、中世以前に傷温泉が存在したとする資料は中世院の文書以外には発見されていない。確実な資料としては、天病年間には井戸が掘られていたことが確認されているが、線温は摂氏三十度台前半であり、 浴水とするためには、温が必要だった。とはいえ、京都府で一定以上の温度を持つ温泉は長らく、木津温泉のみだった。1877年には、牧村正直京都府知事が当地を訪れ、京都整備局による分析で、木津温泉の潜水の功用が証明された。道路や、水路の新設、浴場や、 旅館の建設が行われたが、鉄道が通じていないなどの地理的条件が災いして、温泉地として発展することはなかった。1904年から1905年の日露戦争の際には、竹野軍木津村が、木津温泉の発展を目的として、戦傷病者天地療養所の設置に向けた願書を出したが、療養所の設置は実現しなかった。1911年には、 摂氏43度の専温を持つ湯を掘り当て、本格的に木津温泉の再興が開始された。1912年8月には、この泉源による浴場の建設が開始され、1913年4月13日には、竣工式が行われた。1914年9月12日には、大火の被害に遭い、二棟の浴車と三棟の旅館を、残して消失した。 最高に際して結成された木津温泉組合は解散している。1928年には新たに浴場が建設された。1931年には国鉄宮津線丹後木津駅が開業し、1932年には国鉄宮津線が全通したことで木津温泉の先行きに光が灯された。太平洋戦争末期の百四十五年四月には、 岳野群木津村が設置を要望していた鶴が陸軍病院木津村臨時分院が開設され8月末まで約100人の将兵が木津温泉で療養している1965年に木津温泉を訪れた松本成長登山家の渡辺光平は日本交通公社の雑誌旅1958年7月1日号に砂浜と松林の美しい木津温泉という随筆を 寄せている。当時は、エビスや、キズ館、金ンピラ館、港屋の4軒の旅館があり、旅館の他に共同浴場があった。渡辺は、キズ温泉を、木の先温泉の陰に押しやられている、京都府か唯一の温泉と書いている。1965年6月から2ヶ月ほど、小説家の松本清張が、エビス屋の大正館に登留し、推理小説。 d の複合を執筆した。エビスヤの主人が成長に気づいて新聞社に電話すると気づかないふりをして執筆に協力するよう要請された。しかし、結局は成長に食事の内容を相談し、成長の要望に応じて気取らない食事を提供した。成長はエビスヤを気に入り、1週間の滞在予定を2ヶ月に延長して執筆に励んだ。エビスヤは 小説内に、浦島館として登場する。網野町は、丹後地理面の産地であり、企業が盛んだった時代の木津温泉は大変な、賑わいを見せたが、現在は静かで、落ち着いた温泉地となっている。昭和50年代以降には、網野町の他地域でも、温泉の掘削が行われ、夕日が浦温泉などの温泉郷が生まれている。 2000年から2002年まで温泉学者の松田、忠則が日本経済新聞に連載した日本百名島では木津温泉も選定され、松田は恵比寿屋の家族風呂などを賞賛している。2009年に松田が表した平成温泉旅館番付では恵比寿屋が西前島を22枚目に位置付けられた。2007年4月1日、京都単語鉄道宮豊川線夕日が浦。 木津温泉駅のホームに足湯、白鷺の湯が完成した。白鷺の湯、ありがとうございます。